今からがっつり古着屋を巡っていこうと。インスタもチェックしてないけどマジで楽しい。何も見てない、ね、ステッパーヘッド原宿本店にやってきました。ダブル X ばっかりです。ダブル X ばっかりですね。こんにちは。こんにちは。シュートです。フミです。今日はフミさんと一緒です。実は東京に来てます。新宿駅で道に迷ってます。全然分からんっすね、うん、伊勢丹行きたいんだけどね。そうっすね。どっちや、道分からんね。東京マジで道分からんっすね。そしてね、建物が全部高いから全く見えん、はい、なんかもう田舎も丸出しっすね。なぜ僕が東京にいるかというと、この動画が上がる頃にはもうポップアップは終わっちゃってるんですけど、ユーミンが主催のニュービンテージっていうイベントに僕のミニッツマンが呼んでもらってて、それで東京に来てます、はい、僕はお手伝いで行ってます。スミさんもポップアップでコーヒー出す予定で、はい、まあ、終わってますけど、終わってるんで、はい、欲しい人はオンラインで買ってください。スミさんはオンラインのコーヒーをやるんで、まあ、とりあえず来てくれた方々ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、せっかく東京に来たんで、今からがっつり古着屋を巡っていこうと。はい。で、まあ、東京いる間に 2,3 本古着屋巡り動画を撮れたらなと思ってます。おー、久しぶりの古着動画ですね。古着屋巡りですね。そうですね、古着屋巡り。で、まあ、今回はふみさんが相方ということで、はい、よろしくお願いします。ふみさんとの東京古着旅行を楽しんでいきましょう。レッツゴー。ということで、あ、これか、向かってます。おー、ここどこ、わかんないっす。ここどことりあえず駅の向こう側に向かってます。あ、ここを通っていくんですね。うんうんうん、まあ、使うかわからんですね。使うかわからん。そうね、東京感もないし。東京感ないね。はい、めっちゃおもろいこと言わん限りきついね。ふみさん、変なことする気満々なんですか。もしかして。振るな。振るな振るな。東京の景色はここ。マジで田舎もみたいな。いやー、空が狭い。狭いですね。こんなんしかないですよ。けど晴れてよかったっすね。ねえ、目的地が見えてきましたね。前髪が前髪が風でぶっ飛んでる。まず1個目、1軒目か、1軒目はちょうど僕たちが東京にいる間に新宿の伊勢丹で新潟のマッシュルームさんがポップアップをしてるみたいなんで、ちょっとそこに行ってみようと思います。インスタだけでしか見てないけんが、ま、めっちゃ楽しみ。そうっすよね。なかなか新潟にね、マッシュルーム行きたいってみんな言うけど、はい、実際行ったっていう、新潟に行く方法があんま分かんないですもんね。そうそうそう、機会もないしね、はい、そういうたまにしか行けないとこなんで、うん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 、めっちゃいいタイミングっすよね。そうよそうよ。1週間ぐらいちょうどやってるみたいなんで、絶対いいものは置いてますよね、うんうんうん、そりゃそうよ。もうインスタ見るだけでもうすごい興奮するんだよ。ですよね。しかも毎日投稿してますもんね。そう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 、10時ぐらいにオンラインもなんかすぐ売れて行ったりとか、うんうんうん、楽しみですね。今日はポップアップを楽しみます。はい、ちょっと行ってきます。行ってきました。行ってきました。緊張した。緊張したっすね。緊張した。なんかむっちゃラグジュアリーな空間やったっすね、うんうんうん、でしかも置いてるものもスペシャルだらけやったっすね。スペシャルだらけ、やばかった。なんか真ん中のショーケースにデッドストックのリーバイスの、うんうん、なんかブワーって積まれてたりとか、うんうんうん、もう普通にラックにティーバッグかかってたりとか。普通に100万オーバー全然ラックにかかって、僕なんかこれいいなと思った、うんうん、ワークのデニム、うん、こうやってパーって見てて、うんうん、わー、爆心地ついてんなと思って値段見たら100万やった。いや、そんなんばっかよね、はい、俺も爆心地ついてるやつかけたら、あ、お気軽に試着してくださいって。お気軽にはちょっと、お気軽にじゃないっすね。めちゃくちゃでも人当たりは良くて良かったっすね。ラングラーのプロトタイプとかもあったっすね。いや、あれ初めて見すぎてなんかわからんかった。いや、ほんまっすね。パッて見て、うん、何このラングラーって思ったら、うんうんうん、シュートこれプロットタイプ。写真でしか見たことないヴィンテージがあったっすね。そうそうそう、情報でしか知らなすぎて、はい、それをなんか実物触れれたっていうのがそう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 、すごい良かったっすね。他にもスカジャン、あのスカジャンやばかったっすね。やばかった。沖縄の沖縄って書いてあるスカジャンで、うんうん、シーサーの刺繍入ってたやつ、そうそう、後ろあれめっちゃかっこよかったっすね、うんうんうん。
あんまあるんすね。もうなんか話し出したらキリないぐらいやばかったけど、ね、動画はちょっと伊勢丹自体が NG だったから、ね、はい、ちょっと今度また新潟遠征行きたいですね。うんうんうん、その時にちょっとお願いして、はいはい、うん、撮影させてもらえればちょっと行ってみたいですね。次はどこら辺行こうか。次はじゃあ原宿とか渋谷の方行きます。そっちの方に向かっていきましょう。ではまた後ほどっす。後ほど。古着屋回る前にご飯に来ました。めっちゃうまい。美味しいですね、ここの。しみる。なめこ汁が。食べちゃったんですけど、ウィズキューティーです。合流してご飯を食べてます。キューティーはご飯だけです。今日は。今日はキューティーはご飯だけです。店に来ていただいてありがとうございます。いえいえ、キューティーのお店にも皆さんぜひ。じゃあ引き続き古着屋さん回っていきます。いってらっしゃい。行ってきます。あーバリ寒いっすね、ふみさん。ループクソ寒かったね。ループクソ寒いっすね、この時期の。舐めてましたね。舐めとった。もう今日は乗らん。はいということで、次行くところは平日アポイントメント制で週末やってるみたいな感じの古着屋さんなんですけど、僕が一応面識があって、うんうん、あのこの前の年末のニューヴィンテージ、うんうん、ユーミンのイベントで一緒ご一緒させてもらった方が営む古着屋さんが代々木八幡駅の駅地下にあって、そこに今向かってます。お結構あの、うん、定番のリーバイスとかのヴィンテージ、うんうん、結構ゴリゴリのヴィンテージを扱ってて、へえ楽しみやね、はい、ちょっとシュートが好きそうな。そうそうで、ユーロとかも扱ってはるんですけど。おじゃあ俺も楽しめる。そうなんです、ふみさんも楽しめる。おこの辺りかな。この辺りのはずなんですけど、わからんくなりましたね。一旦マップします。、うん、駅のすぐ目の前やったですね、うんうん、池田ビルの5階らしいです。あの階段しかないらしいです。おお俺たちはまあそんなしょっちゅう行くわけじゃないけどいいけどさ。そうですね、荷物運ぶ大変だろうね。そうですね、オーナーさんが一番大変。そうね。ということで店内撮影の許可をいただきました。ピアさんありがとうございます。とんでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、普段お店開けてるのが平日はアポイントメント制ですよ ね。 そうですね、はい、で週末が土曜日だけ。そうです、はい、あ土曜日だけだそうです。ということでじゃあ早速見せていただきます、はい、はい、ゆっくり見ていってください。もうカウンターにヴィンテージがめっちゃかかってるっすもんね。このセカンドと、これはせいやさんの私物で以前僕らのところで買っていただいたものです。そうです。懐かしいですね。めっちゃめちゃくちゃかっこいいですよね。パルコの V シャン。そうですそうです、渋谷で、はい、こんなところで再会すると。緊張してますか？緊張してます。僕も緊張してます。あんまりカメラ一人で向けられることがない。そうですよ、はい、固まるっすよね、みんな。めっちゃ固まるっす。あっちから見させてもらいます。はい、ゆっくり見ます。はい、めちゃめちゃなんか一室みたいな感じなんですよね、ビルのの中にこんな古着屋が急に出てくるみたいな感じですよね。グリッドのこれやばくないですか、ふみさん。デッドっすよ。マッキンキンやな。マッキンキン。バキバキっすね。キンキンっすね。最近この辺めっちゃ上がってるっすもんね。あ、そうなの。はい、このニュースペーパー系とか、あのマガジンバッグ、それこそレンガつけてるやつとかはむっちゃ高いっすよ。10弱ぐらいするんじゃないですか、ガチで。普通にこれいいっすよね、ここを閉じて払えば。はい、逆に誰も知らないですもんね、こんなところに古着屋があるって、うん、本当知ってる人しか、はい、知る人ぞ知る。さっき教えてもらってた、これがめっちゃ可愛かったんですよ、ね。これシーツのシーツカーディガンになるんですよね。アメリカ空軍のらしいです、ね。アメリカ空軍、はい、フォーティースぐらいですよね、多分。はい。
パーが、そうですね、この字ついてますもんね。あんま見ないジッパーですね、このジッパー。肩ポケで、これ可愛いですよね。サイズが40の縮みぐらい。そうですね。38とか。ぐらいですかね。6やったらちょっとちっちゃそうですね。そうね、シュートが痩せてれば。いや、痩せてても無理ですよ。これ、がたい的に。唐突なデブいじりやめてください。P41 とかも。ミリタリーぎっちりっすね。そうですね。せいさんもミリタリーお好きなんですか？好きです。一緒っすね。それなんかフランスの警察が、チャリンコ乗るときに着てたケープみたいな。へぇ、見ていいですか？もちろんです。ケープ？あ、なんか袖がないですね。あ、袖がないんですね。そうです、そうです。へぇ、かわいい。フランスの警察が、チャリ乗るときに来てたんです。かわいいですね。めっちゃかわいいですね。こんなんあるんや。ユーロとかもやってはるんですか？そうですね。それこの間フランスで買ってきたやつ。あ、ユーロはフランスで買いつけて。そうです、そうです。12月に。はい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 。どっちも一緒ぐらいやってたらめっちゃ大変じゃないですか？そうですね。ですよね。アメリカに行きたいんですけどね。はいはいはい、まだ行けてなくて。あ、今年行くかもしれない。あ、マジですか？はい、西ですか？いや、多分南の方にちょっと用事があるので、あ、そのついでにちょっと行こうかなと思って。おお、楽しみですね。はい。シャツもいっぱいある。60、70ぐらいのシャツですか？そうですね。これはフレンチのやつ。フレンチの。はいはい。40ぐらいだと思うんですけど。見たことない形やと思ったらユーロもないやつ。グランパのフレンチ。あ、グランパですね。色落ちがすごい綺麗。なんか可愛いですね。あ、ここからユーロなんか。面白いですね。なんかいろいろ混ざってると。そうですね。めっちゃ適当なんで。ランダムに出てくるみたいな感じですか？好きなシャツをとりあえず並べて。ユーロのこういう柄シャツって柄のなんかパターンが可愛いの多いっすよね。可愛いっすよね。こういうチェックとかも、こんなんとかも。それ袖がすごい可愛くて、あのここですね、ここが縫ってるところを取るともうちょっと袖が長くなる。なんか人にあげるために、あげるときに袖丈を合わせられるって聞きました、ね、あ、こっちもなんですね。そうなんです、伸びるらしいです。そこを紐を切っちゃえば。あ、そうなんですね。もともとこういう作りなんですか？って言ってましたね。へえー。なんかあの、ディッキーズみたいな感じですね。ああ、USA の。確かに確かに。ここのとこ切って広げるみたいな。デザインとして可愛いめっちゃ。うわ、ピルグリムのコーディロやった。それめっちゃいいっすね。これ普通にいいっすね。可愛い。鏡。いいっすね。ポケットのプリーツが可愛いっすね、めっちゃ。うわ、このスナップティーめっちゃいい色っすね。めっちゃいいっすね。ちょっとちっちゃいのかな。でもめっちゃいいですね。あ、キッズ14サイズ。そうそう。女性とかやったら着れるサイズの。これ古いタイプっすよね。そうですね。前立てついてる。かわいいっすね。最近ベストハマってるんで、ベストとかも欲しいっすね。僕言ってなかったんですけど、東京ではベストを探してます。そうなんだ。赤髪と俺めっちゃ可愛いなと思って。あ、これっすか。皆さんちょっと見てみます。これ可愛いですね。確かに毛足長いですよね。そうです。タグじゃちょっと分かんないですけど、サイズ良さそう。 L サイズ。柄が可愛いですね。めっちゃめちゃくちゃ可愛いですね。全部あったら派手すぎるけど、はいはいはい、周りのところにライン入ってるっていうのめちゃくちゃいいですね。いいなと思って。確かにこれちょっと要チェックですね。後で着てみます。あ、了解です。このリバースのパンツ、シュートさんいいかも。どうですか、これですか。そうです、そうです。ちゃんと古いタグついて。お、ほんまや、叩きや。むっちゃいい。叩きのラージ、むっちゃいいっすね、うん、はい。あ、しかもここの穴、綺麗に。そこがまだ綺麗、むっちゃ。あ、これ良さそうですね、むっちゃ。いいっすよね。いいっすね、サイズが。古いスウェットってここの絞りが弱くなってて、なんかこう、履いた時に可愛い形になるっすよね、うんうん。この辺が細くなるから、L サイズぐらいを絞って履くぐらいがかっこいいですよね、多分。ちょっとこれ後で履いてみていいですか？ぜひぜひ。ウエストにもうゴム紐入れて、そのまま履ける。ああ、確かに。
そっちの方が楽っすね。楽だし、あの避けてくるよね、どうしても。あ、ここが結構避けてきますよね。そうそう、だけど最初からもうゴミ入れて、はい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 、それがいいっすね、確かに。ちょっとこれは後で履くよ。スウェットコーナーが充実してる。これラッセルですかね、前V。あ、本当だ、前 VL サイズ。この辺も普通にいいっすよね。いいね、チャンピオン。もうサイズ別とかで全然いっぱい持ってきてるですね、この辺のシンプルなやつはですね。そう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 、めちゃめちゃいっぱいあるっすね。物いっぱいっすね。これも可愛いし、ま、このバンダナも可愛いっすね。めっちゃ可愛いっすね。それフランスに売ってたんですよね。フランスでもアメリカのバンダナ見つかるんですね。そうですね、ヴィンテージショップに置いてあって。好きなやつがいるんですかね。多分そうですね。可愛い。これケイスケさんも好きっすよね、こういうの。なんか最近こういうなんか新しいけど変な色とか変な柄のやつ気になるんですよね、めっちゃ。ここが来てるやつって何だ、それ何か分かんないですけど、多分手作りっぽくてセットアップで、ね、なんかアートが、みたいですね。フランスで買ってきたんですけど、すごい配色が、レディース、レディースだと思います。あ、中がスカートも入ってて、中にセットアップなんですよね。あ、ほんまや、めっちゃ面白い、面白いですね、これめっちゃ可愛いですね、うん、めっちゃ可愛いですよね。僕なんか変わったやつを見つけたっす。これは何ですか。それモンゴメリーの、あ、モンゴメリーの101ってどっかに書いてあった気がしますね。でもこれボロボロなので、逆に可愛いですね、こんだけボロボロやったら。耳もすごいなんか可愛い耳がついてて、あ、そこっすね。へぇ、リベットに書いてある。そうなんですね。ほんまや、101って書いてるよ。あ、本当だ。これこんな色落ちになるんですか、101って。いや、わかんないですよね。ほんまや、耳も、はい、何これすごいですね。左右非対称の耳、面白。レングスがすごい長いので、はいはいはい、折って履くって感じですか。うわ、かわいい。かわいいですよね、この色味も。かわいいですね、めっちゃかわいいです。ここのハンドステッチめっちゃ良くないですか、はい、めっちゃいい。ここがなんか綺麗に直されてないから逆にかわいいですよね。いいですね。これも履いてみたいな。ぜひぜひ。いいですか、いろいろ試着してみていいですか。アメリカゾーンにやってきました。カウチンとかもある。これカラーめっちゃ可愛いですね、珍しい。あ、でもそんなに古くないんや。そうですね、 YKK の裏地付きの。裏地付きやったらウールとか苦手な人も着やすいからいいっすよね。これ可愛いっすよ、めっちゃ着やすそうっすね、めっちゃ。このカウチン色がですね、カウチン形可愛いっすよね。それこそさっきみたいにスウェットパンツとかで着たりとかしても良さそう。あ、俺の分身や。ウェルリッチのこれかっこいいんですよね。かっこいいんですけど、そんな高くないですよね。そうですね、なおかつそんな着てる人いないですね。はい、これなんか年始に僕着ていったんですよ、去年の。それをインスタに上げてたら、今年の年始にこれ着て写真撮って、うん、シュートさんのサンプリングしましたって DM が来ましたね。嬉しいね。嬉しいですね。これ真似してくれる人いたんやと思って嬉しかったですね。値段もみんな買いやすいぐらいの値段だから、うん、そうですね、うん、2万もあれば買えるぐらいですね。そうですね、多分。レインパーカーとか2着もある。そう、レインパーカーが2着も。レインパーカーをシュート好きよね。好きっすね。真ん中のがすごいでかいんですよね。あ、これでかいんですね。確かでかくて、ほんまや、でかそう、はい、身幅がでかいですね。身幅めっちゃでかいですね。めちゃくちゃ大きいんですよね、それ。これでもオーバーサイズで着ても可愛いですもんね、うん、うわ、可愛い。これは僕多分ユーロやと思います。でもなんかタロンジップがついてて、これフランスで買ったんですけど、はい、ヒーラーさんもこれ何かよく分かんないって言ってて、ここかな、うちのジップが。あ、じゃあアメリカなんですかね。あ、ほんまや、タロンや、ユーロじゃなかった。これめっちゃ可愛いですね、うん、めっちゃ可愛いですよね。色もいいよね。色めっちゃいいですね、うん、なんかあのサルベージの後染めみたいな色味してるですね、うん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 、めっちゃいいっすね。うわ、可愛いな、これ、はあ、ベストが欲しいのにな。ベストを探してんのにな。目移りしちゃうな。これも可愛いな。これ超いいですよ。これいいっすね、はい、これ端から見ていったらだいぶ見応えあるですね。あ、コンバースある。あ、俺の好きなピンク、俺のサイズ。しかも 80s やのに安い。
22,000円なんですかこれ。めっちゃ安くないですか。それ僕の私物っす、ね。あ、そうなんですね。でも全然安く出せた。めっちゃ安いっすね。めっちゃいいっす、ね。いい感じにフェードしてるし。中道です。9？ 8ハーフ。僕8ハーフなんですよ。一緒っすね。一緒っすね。一緒サイズが。やばいなこれは。ウールパンツ。めっちゃシンプルなハンティングベスト。めっちゃ可愛いっすよねこれ。これシンプル、こんなシンプルなのあるんですね、うん、ないっすねこんな。JC ヒギンズの。そうですそうです。タグがいいっすよね。いいっすね、可愛いっすね。JC ヒギンズ、こんなシンプルなやつもあるんですね。可愛い、可愛いっすよね。うお、いい色。めっちゃいい色っすねこれ。めちゃくちゃいいっすよね。やば、ペンキののりとかめっちゃ可愛い。これはビッグイーですか。ビッグイーです。初期かな。 V ステの、 V ステッチの。そうですね、 V ステですね。 V ステの上シングルの、上シングルになってます。ああビッグイー、めっちゃいいですねこれ。雰囲気最高。やっぱデニムはいいものもね、レギュラーも何もあってもいいですね。はい。この辺の定番の、結局アメリカの定番らへんって何本あってもいいですもんね。もう何本あってもいいですね。何個でも欲しくなるですもんね、うん。あ、これ前も出してた。あ、そうです。702ですか。あれ、701ですか。701の。WX。はい。しかも、片面なんですよね、そのね。ほんまや。ほんまっすね。意外と、あれですよね。片面って分かる片面、あんまないですよね。うん。めっちゃいい、ね。これいいっすよ。そんな高くないっすね。薄手なんですよね、701の方が。で、股上が深いんです。そうです。この辺がゆったりしてるんですよね。ハイウエストで履きたいね。はい。かわいいですよね、701。かわいい。履いた時のシルエットが501と全然違うから。そうですね。デニムがお好きなんです。デニムが好きです。デニムがいっぱいありますね。デニムからはまりましたね。僕もデニムから。そうですね。やっぱアメリカってデニムからはまる、ね。いきますよね。とりあえずリーバイスのジーパンから入ろうみたいな。なる。なんか買ってみようってなって買ったらハマるっすよね。そうですね。それダブル X のリペアがすごいやつ。リペア系の面白いですねこれとかも。こういう一点物のデニムから普通に色落ちがいいやつとかもあるっすよね。リー入ってたりとかで。それもダブル X ですね多分。ダブル X ばっかりです。ダブル X ばっかりですね。オリジナルやし、そも。それフランスですね。47ですか。 M47 ってやつですね、はい、これ何なんですか。それなんかラクダとかに乗る時のズボン。おお、おーすげえ。アルジェリア軍。今それ長さを変えようかなと思ってて。ああ、なるほど。そうなんですよ、竹が長すぎて。左だけ入ってるんですか。そうです、両方そのしっかり縫って、はい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 、短めにしようかな。へー。切ったりしないで後でまた紐切れば普通に戻せるように。さっきのシャツのあれですか。あれを正解してあそこから学んだんですか。そうです。確かにこれはこのなんかリメイクは許せるというか。そうですよね、次の人もまた、はい、戻したかったら戻したらいいし、いいよっていう優しいですね。はい、かわいい。何これ。かわいいですね。サイコロ柄50ぐらいっすよね。そうですね。こうやって04になるんですか。だと思います。なんかちょっと04だけじゃないんですかね。なんか見た感じがちょっとリネンっぽい感じっすよね。ガサついてるかなと思ったら意外に触ったら全然、はい、めっちゃ可愛いっすね。自分がめっちゃ着てたやつの。あ、そうなんですね。いっぱいあるんですね。値札ないものは16,500円。これとかも可愛いですね。これ可愛いですよね。めっちゃプリントのネル。そうです。のガウン。はい。こんなんもある、ね。これは値札がないっていうことはそういうことです、ね。そうですね。こんなんとかもいいのにな。ちょっと試着タイムが近づいてきてそわそわしてきました。一周してきました。一周してきました。試着しながら2周目行こうかな。ゆっくり見れるからいいですね、うん、それこそアポイントとかやったら15着ぐらい試着する方とかいますよ。あ、マジですか。もうふんだんに使って時間を。
けど本来はそれが一番いいですよね。一番いいですよね。古着屋さんとか行ったら若干気使って試着とかできなかったりするし、うん、なんか普段着ないやつとかも一人で着れるじゃないですか。それで、あ、自分これ似合うんだみたいな。あ、そういうのあるっすよね。すごいそれ見てて嬉しいですよね。おお、じゃあ僕もちょっと普段着るやつ試着してきます。いいっすね、サイズ。これが101のやつですよね、はい、モンゴメリーの。サイズいいっすね、これ。32ぐらいですか、ウエストは、うん、32か33ぐらい。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。いいサイズですね。ちょっと太ったシュートにいいサイズですね。このなんかこの雰囲気やったらこんぐらい折り返しても可愛いかもしれないですね。このなんか謎の左右非対称耳を見せるっていう。ほんでなんかサイドゴアとか革靴とか履いても可愛いっすね。うわー、この色落ちいいな、かっこいいな。ケツのポケットのステッチとかも可愛くないですか。可愛い。ハンドステッチでやってるんかな。はい、直しと先端フロントもハンドステッチ、このハンドステッチで、うん、直しが可愛い。いいっすね。いいっすね。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。ちょっとスウェット履いてきます。あ、いいな。うわ、これいいな。いいっすね。いいサイズ、めっちゃ。やっぱ裾に理由がないっていうのがめっちゃいい。いいっすね。こうストンって落ちる感じが。なんか80年代とかのリバースのスウェットって結構キュッてなるじゃないですか。じゃなくてやっぱ古いのってこうなるから可愛いっすよね。寝巻き感がだいぶ緩和されるよ。そうですね、シルエットで結構変わるっすもんね、印象が。で、なんかセーターとか、うん、シンプルだけどね、めっちゃ遊べるしね。その上はアウターだったりとか。はい、いや、いいな。うわ、いいっすね。ありがとうございます。これはふみさんが気になってた。これめっちゃいい。柄がめっちゃ可愛いっすよね。そう、なんか全部真っ赤っかだとなんかちょっと攻めすぎてるけど、はいはいはい、この袖のところとお腹の部分に柄が入ってるのがめっちゃいい。めっちゃ可愛い。うん、袖もね、めっちゃいいし、うん、うん、でネイビーにめっちゃ合う、赤が。映えるっすね。映える。でサイズも全然ジャストぐらいで着てるから、はいはい、全然大人っぽく着れるし、うん、いいな。袖も全然いいけん。うん、おー、僕これにします。これにします。めちゃくちゃ似合ってます。いやー、これはいいわ。うん、かわいい。ちょっとさっきずっと見てても入った瞬間からずっと着たいなって。やっと着れました。ふみ、うん、さん、これめっちゃかわいいっすね。めっちゃかわいい。これやばいわ。いや、めっちゃいい。合わせレディースだけどめちゃくちゃめちゃくちゃいいっすね。うん、なんかベストとか着て袖だけチラッと出してもいいし。そうね、袖自体もアラン編みになってて、ここ、そう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 、ちょっとこの萌え袖っぽくしてもいいし、全然こうやって溜めて着てもいいし、ふみさんみたいに同系色のタートル入れて着る感じも可愛い。うんうん、わ、めっちゃ可愛い。これやばい、背面まで全部やばいっすね。これやばい。これは本当、せいやさんのセンスのおかげで。なかなか、ね、挑戦的だけどめちゃくちゃしっくりくる。うわ、これいいな。いや、これも買います。いや、だってめっちゃいいし、多分熊本帰ってずっと、わあ、あのパンジー柄のよかったなーって絶対思ってしまうもん。うん、そう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 、うんうん、これはいいよ。それめっちゃ面白いよね。これ面白いですね。せいやさんがこんなんもあるよって出してきてくれた。これリネンのスモックっていうんですかね、うん、あのラックみたいな、うんうん、でしかもリバーシブルっていう、こっちの色でリバーシブルで、なんかこの首のところがあのネイビーのレインパーカーみたいになってて、このキュッて縛れるタイプですね、うん、あえてツートーンっぽくしてるのがいいよね。いいですね。首周りのところ、はい、理念、理念っていうのが面白いですよね、うんうん、どうですか。いいね。いいっすね。うん、ゆるいっすね、なんか、うん、
いいね。似合うね、やっぱり。ですね。まあ、この辺は、まあ、ミリタリーっぽいんで。うんうんうん。ここもちゃんと。お、絞れるね。ちょっと、ま、ね、丸みを持たせて。はいはいはい。こうやって、バルーンっぽく入れるし、裏側は、こういう、ちょっと濃い色。うんうん。いいね。いいっすね。うわ、かわいいな。かわいい、かわいいね、とか好きそうですね、こういうの。ちょっとさっきからちょこちょこ後半になりつつ、はい、めっちゃ変態的な。なんかもうせいやさんセレクトの意味わからん洋服がいっぱい出てきて、ずっと撮るの忘れて喋ってましたね。なんか面白い服多いですよね、せいやさんの。そう、古着の醍醐味でもあるよね。はいはいはい。どこのブランドかも何かもよくわからんけど、めっちゃ可愛い服とか。意味わからんぐらいこだわって作られてるとか。はい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 、これとかもそうですもんね。うんうん、こんな感じで、うん。あともう一個着たかったのが、うんうん、あ、この上からでも合いそうですね。あ、そうね。この50sぐらいですよね、多分。ハンティングベスト。めちゃめちゃプレーンなハンティングベスト。ね、結構普通ハンティング。ちっちゃいかもしれん。ごちゃごちゃなってるやつが多いけど。はい。よいしょ。厳しい。その上からは厳しかった。この上からはちょっと厳しい。そうだ、アームホールがそもそもね、太いけど、みんな着てるやつ。そうね。まあでもめっちゃいい感じで。サイズは良さそうですね。これの上からじゃなくて。一回脱いで着てみます、ね。そうね。かっこいい。お、いいね。ちょっとここのアームホールが狭め。あ、意外に狭めなんだ。はい。まあシャツとかやったら全然、うんうん。着れる感じの。かっこいいですね、これ。かっこいいし。あ、閉めると。胸筋がね、そうですね、鍛えすぎたね。華奢な方は、うんうんうん、全然いけると思う。そうね。それこそキューティーぐらいの身長やったら、うん、まあシュート、チョコザップ通ってっからね。そうですね。胸が、でこれめっちゃかっこいいっす、ね、かっこいい。シンプルで、いいな。いいね。いいっすね。まあ、ちょっとお買い物は後で、うん、別で動画に、別で動画にするか後半にします。ではでは。ではでは。また次の店行ってきます。はい、次の店。マダラビンテージさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、せいやさん。おはようございます。おはようございます。まあ、見てるときおはようございますか分からんけど。2日目ですね。うん、2日目。昨日、せいやさんのマダラビンテージが楽しすぎて。楽しすぎた。ちょっと、古着屋の営業時間が全部終わっちゃったんで。終わっちゃった。2日目に突入です。2日目途中です。ということで、今日は原宿に来てます。で、こまめの大輝くんも合流してカメラマンやってもらってます。カメラマンやってもらっていい画角に変わりました ね。ということで今日は原宿渋谷エリアをぐわーって回って、まあ、その東京で僕たちが好きなお店を探していきましょうという感じで、まず原宿の名店ですね。え、どこ？フェイクアルファさん。おお。フェイさん、なんか演技っぽくないですか？めっちゃ演技だもん。だってめっちゃ演技ですね。散々聞いてるから。じゃあフェイクアルファ行きましょう。しかも11時からだから。そうですね。一発目に行ってきます。行ってきます。どこでしたっけ？いや、ごめん、知らん。じゃあいよいよ着きました。フェイクアルファ着きました。上がっていきますか。インスタもチェックしてないけどマジで楽しい。何も見てない。僕も見てないです。おスカジャンとかフィフティーズ系のコテコテのアメリカで、はい、あるはずですね。それはそれは楽しみです。え、パラかも。マジでフェイクアルファで。なんかでも昔から何回か出てたような。うん、多分フェイクアルファ出てた気がする。ちょっと見てみようか。行ってきます。いや、やばかったですね。やばかった。めっちゃ面白いですね、うんうん。まず物量やばいし。物量やばいですね、うんうん。状態めっちゃ綺麗やし。いや、デッドストックの物量がすごいですね。あのリーのサイド黒タグのデッドとかめっちゃグワーってあったくないですか。あったし、全然ブラックシャンブレーのパンツとかもグワーってあるし。僕ブラックシャンブレーのデッドあんなあんの初めて見たんですもんね。パンツがしかも、うんうん、パンツがシャツも全然あるし、ね。やばいですね。シャツ強かったですね。シャツ強かった。解禁シャツというか、50ぐらいのシャツ、レイヨンとか、プリントコーデュロイとかもいいのめっちゃあったっすよ、ね。いやもうシャツすごかったね。すごかったですね。あとふみさんがずっと探してるノーカラーのブラウンズビーチと。あったね。あったっすね。一応試着させてもらったけど。
ちょっとサイズがちっちゃくて、でも状態ピンピンバキバキやったっす、ね、いや欲しいわ、やっぱ値段も全然高くはなかったっすよね。俺が思ってる予算内では全然収まってるレベルだったけど、全然サイズあったら全然買いたいレベルだった。 あとパラコがあったっすね。まあ、ホールドになってましたけど、やっぱかっこいいで見るだけでも。じゃあまたちょっと次のお店に、まだいっぱい回るんで行きましょうか。行きましょう。お昼ご飯食べてきました。大輝くんです。こまめっていう3月、去年の3月、そうやな、熊本に来てくれたよな、はい、1回大学一緒なんですよね。そうやねんな、はい、実はな、かぶってはないけどな、はい、去年1年は旅をしてきて、はい、バーバリーボーイになって帰ってきました。楽しかった。楽しかったですね。大好きな後輩です。ということで、まあこんな話はさておき、次はステップアヘッド原宿本店にやってきました。こっちっすね。ここ一回行ったことあるんですけど、レンが昔カラコラムとあの US アーミーのマウンテンジャケット、わかる？わかんないです。なんかめっちゃ珍しい、まあ結構マニアックなの、ライトニングの別冊のやつ、ミリタリージャケットの本とかにも載ってるような、へえ、本ブックのやつの、ここのお店で一気に2個買いするぐらいいいものがあったとこなんで、ちょっといいヴィンテージがある気がします。すごい楽しみです。その時ダブルフェイスのパーカーとかもあったので、ね、結構好きなラインがあると。なるほどなるほど。行ってみましょう。どうやったっすか、大輝さん。結構ロックな感じでしたね。ロックな感じだったな、スケートシーンと。なんか欲しいのありました、ね、欲しいのいっぱいあった。いっぱいあって、ガンナースのスモックのさ、はい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 、後染めの真っ赤っかのやつとかもめっちゃ状態良かったよな、うん、あと便性がいっぱいあったな。ああ確かに、俺の好みで言うと積んでありました、ね、めっちゃ積んでたな。柄もさ、結構いいやつばっかり、染み込みとか、60年代以前のが、まあ、50以前が多かったかな。はいはいはい。ラグランよりも前部位とかの方が多かった感じかな。ああなるほど。うん、大輝どの辺見てたん？僕あのリーバイスが結構、積まれてたんで。あ、積まれてたな、めっちゃ。しかもちょっと乱雑な感じにグワーって積んであったような。あの辺をちゃんと見てました。ああ面白かったっすね。面白かったっすね。なあ、勉強になります。勉強になりますな。原宿の古着屋はヴィンテージがいっぱい見れるから楽しいな。やっぱりこんなにヴィンテージがある国はないですね。ないな、ほんまにな。大輝も買い付けでいろんな国行くからな。海外に出れば出るほど思うよな。思いますね。日本すげえってなるよな。日本すごいです。さっきのフェイクアルファさんしかり。はい。ということで次は原宿に新しくできたグリーフルさん。はいはいはい、はい、もともと千葉のお店。あ、そうなんです。そうそうそう。でグリーフルのオーナーさんとちょっとだけ面識があって、その人がめっちゃアンティーク好きで、あのショップの重機にもあ、なるほど、ちょっと興味があって、重機とかもちょっと置いてはんねんか、楽しみ。それも含めて見に行きたいと思います。はい、行ってきます。相方チェンジしましたね。大輝は緊張のあまりカメラマンに戻りました。ちょっと残念や、はい、もっと見たかったっす。ということでステッパーヘッドからめっちゃ近かったっす、ね、近かった。もうほんま3分ぐらい、2、3分歩いたら、そうっすね。グリーフル、かっこいい。めっちゃかっこよさそうですね、あれだってサークルラックでしょ、見えてんの、しかもジャパンドッス。ちょっと行きましょう。服も重機も両方ちょっと楽しんでいきます。行ってきます。グリーフルやばかったっすね。やばかった。重機もやばい。重機もやばいし、服もやばかったっすね。やばかった。なんか結構レギュラーが多めって聞いてたんですけど、全然そんなことなかった。レジの一角にめちゃくちゃヴィンテージありましたね。なんか定番っていうよりはハンティングとか、ウールのジャケットとか、ヴィンテージ好きで定番を行き切った人たちが好きなラインのヴィンテージが結構置いてたっすよね。あとナバホのラグ。
もうエグかった。品の端に、はい、座ってた入ってるやつ10枚ぐらいグーって並んでたりとか。で、シェードとかも。シェードやばかったっすね。マーキュリーエンドオブデードとかもあるけど、水銀の。マーキュリーとかも4つぐらいあるし、ね、なんかもう、あのオパールセントとかもブワーって並んでるみたいな。東京ではこの場所、立地で、はい、あんな重機置いてるってなんかやばいっすよ、重機全部、ほぼジャパンやったっすもんね、うんうん、かっこよかった、かっこいいね、さすがに熊本には送れんけんがね、買いたいけど、はい、ちょっとね、重機も結構売ってましたもんね、あの、ね、僕、スタンドのライト欲しかったんで、フェアリース、うんうん、ちょっと狙ってるっす、いや、いいね、はい、ソファー買ったんで、置きたいっすね、横に。やっぱ、ちょっと古着だけじゃなくてね、やっぱ重機にも興味出てきたから、はい、もちろん服もいい服がいっぱい置いてあったんで、でも見切れんかったね。っっね、時間なくて俺たち。そうですね。今から準備なんで。そう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 。ちょっとあと2軒ぐらい回る、1軒か。あと1軒回れたら回って、うんうん、まあ、一旦軽く切っときます。うんうんうん。まあ一応。とりあえずあと1軒行ってきます。行ってきます。ということで、グレースさんまで来たんですけど、今日はちょっと臨時休業っぽくて、はい、ここはどこになるのかな、パルコの近くか、うんうん、渋谷パルコの近くか。いや、楽しみにしていただけあって。まだ次の機会に行きましょうか。そうね。うんうん。まあ一応しばらく許して、来れたら、ね。はい、来れたらまた行きましょう。うんうん、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日行った古着屋さんは、概要欄にインスタグラム載せてるんで、皆さんもぜひチェックしてみてください。うんうん、でも本当、原宿駅からずっと歩いてこれだけでは、アクセスはめちゃくちゃしやすいし。どの古着屋さんも2分、3分とか、長くて5分ぐらい、うんうん、10分ぐらい歩いたすかね、うんうん。でも歩いてる間も古着屋さん自体はいろいろあったけど、ね、まだ全然回ろうと思えば。一番回りやすいかもしれないですね、そうね、東京やったら、うんうん。っていう感じでしたね、うんうん。しかも全部面白かったですね。面白かった。なんかヴィンテージ好きな人は、うん、高円寺とか、うんうん、渋谷原宿とかの方が楽しめるかもしれないですね、うんうんうん、結構コテコテのヴィンテージもあるしね、そうですね、楽しかった、楽しかったですね、ぜひ、まあ、今日日見ある時はね、はい、みんな行ってみてください。東京の買い物したものについてはまた別の動画かこの動画の後半で話してると思うんでお楽しみに。それではありがとうございました。ありがとうございました。スイートハートジュエリーのシュートです。レンです。レンじゃないよ町田はこんな感じの町です。ここは町田っぽいかも、ね、これデニム入ってますよね。これね、ここそうブルーのとこデニム入ってる。おこれめっちゃ色いいですよ。リサほんとだ。15形がいいから、サモニはサモニはいいですね。上がれてる感はない。いや楽しかった。楽しかったね。楽しかった。シュートの買い物楽しかった。買い物楽しかったな。はいじゃねえ。びっくりした。お前のチャンネルに。びっくりした。